どうも皆さんおはようございます。マジシャンズロット陣ナビ構えて外役リュウです。さあ本日なんですが、ゴブリンドバーグをね活躍させるデッキっていくつかあるんですけれども、これねめっちゃ強いんですよ。私キング昇格戦まで怒涛のなんだろうな勝率8割ぐらいをキープしてたんで、めっちゃ強いと思うんですけど、これこれねもともとねランク戦でちょっとツイッターかなんかで元はやってるらしいんですよ。俺ちょっとよく知らないんですけども、ランク戦で当たってゴブリンドバーグでそのねパラサイトフュージョナーとか闇融合住人生物闇とかを出して、でキャバルリー出すっていうデッキなんですよ。これすげえ出るんだよね、キャバルリーが。これゴブリンドバーグって手札からレベル4以下のモンスターを特殊召喚するっていう効果を持ってるんですけれども、これ戦士族なんですよ。で融合純因生物闇とかってこれ自身とそれ以外のモンスターを、融合素材にして闇属性の融合モンスターを特殊召喚できるよっていう効果なんですけれども、ゴブリンドバーグ戦士だから、このキャバルリーがブラックマジシャンプラス戦士なんで、例えば融合純因生物とゴブリンドバーグがあればもうキャバルリー出るし、あとパラサイトフュージョナーがもちろんあれば、ゴブリンドバーグとパラサイトフュージョナーでキャバルリー出るし、これちなみに特殊召喚成功するとね融合純因生物闇みたいな効果を持ってるんでね、これで出せるんですけども、これがすごい強いので、これねヤクザみたいなムーブするんだよね。エンハイルとかした時に、普通にほらアサシンライデンとルミナスいるから、7シンクロはできるわけじゃないですか。なんでその場に応じたね、エバリーとかブラックローズとか、ミカエルとかこの辺はモンスター出せるんだけれども、これ援軍とかから入ってさ、墓地に融合純因生物闇とかゴブリンドバーグとか落ちてると、これマジカライズフュージョンでキャバルリー出るんで、先行でエバリー立てながらキャバルリー立てて手札1枚余ってるとかなるんですよ。要は対象に取れないというか、対象にしてきたら破壊するモンスターとエバリーっていう激ヤバ盤面が先行でできちゃうんですよね。結構な確率ですげえ決まるんですよ。これできなくてもどっちかは立つよね、基本的には。かなりね強いと思う、ギミック的には。だからその代わりにちょっと防御札が一切ないのでこのデッキね。なのでちょっとそこは突破されてしまってワンキルされるとちょっとあれなんだけども、一応その盤面ができたらエバリーキャバラリー盤面ってなかなか突破できないと思うんでね、これでちょっと頑張っていこうっていうそういうケースね。でスキルがちょっと難しくてね、これ何でもいいんですよ正直。使ってたんですけど私ランク戦でスキルぶっちゃけ何でもよくて、ディスティングドローとか使ってみたんだけど使わねえし、魔法の使いでするほど魔法も多くねえしみたいな、でリスタート修正されるしみたいな感じなんで、これスキルは今ドローセンス魔法穴っつって、何引いても強いから魔法穴は、これにしてるんですけども、これ正直何でもいいんでね、皆さんもお好きなスキル使ってこれスキル掘りデッキとかに使えるかもしれないです。これそんぐらい強い制圧力を持ってるデッキなんで、皆さんもね、ぜひ使用してみていただければなというふうに思っております。早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手またハゲ粛清してやろう。デュエルスタンバイ。おいいね、反動結構いい。ソーラーエクスチェンジでこれで援軍かなんか引いてくるとすげえ強いんだけど、強っ待ってこれ超強くない？だからちょっと待ってくださいね。間違えたんでしょ。ライトサモナールミナス召喚、ルミナス効果パラサイト捨てるでライデン。待って、これがあれですか、噂のこれキャバエバ盤面ですかこれ、もしかしてこれ強すぎません？これこれ返せんの？こんなの返せるの？あなたでもあれか、言うてホムラガミとかそういう系のモンスターでも多分レベルコピー、ゴースト5つから多分アンデッド系の好きだと思うんですよね。その廃業のゾンビ軍団みたいなやつだと思うんですけど、多分知らない系なんじゃないかなって思ってるんですけど、これ言うてホムラガミその一発で出ないと思うんだよ多分。語りとか入ってんのかな、語りとか入ってるとちょっとめんどくさいねけど、それなければ多分なんとかなるとは思う。なんかある？なんかあんのか。でも対象に取る効果は無効化する。私はあと3500をシンプルに3300か3300をシンプルに突破する方法はなかなか難しいぞ。さあブラックキャバリープラスエバリー盤面とかいうマジヤクザみたいなマジヤクザ盤面が巻き起こっております。これヤクザ旋風が巻き起こっております。これこの盤面先行で結構でもそこそこ作れると思うんですよね。このデッキ多分相当強い。これはさあどうする、さあどうする、さあ考えている。ああ知らないのモノノベ OK、 モノノベ OK、 しっかりとリミットカードを引いていく。でモノノベの効果を発動し、まあ多分レベル系の操作がないので、まあホムラガン見出てこないっていうのは超ありがてえ、超絶ありがてえし、あとエバリーちゃんがあなた除外するんで、もう表側でもいても関係ないね。はい、でキャバルリーでド級部隊とかデモンズチェーンも無効よ。はははは心折るスタイル。さあお相手の方、クジャッキーストリングさんですね。よろしくお願いします。ルー3倍、なるほど。まあ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 そこそこですね。ハンドはいいですね。やっぱ魔法カードソーラーエクスチェンジが3枚の、援軍が2枚入ってるのであ OK 全部 OK。 基本的にはブラウルでぶっ飛ばすかこれ。基本的には70% くらいでどっちか来るんですよ。5枚入ってる魔法カードってなんかどれかが来るんですよね。70% ぐらいの確率で。弱っ、それは甘いじゃない、それは甘いじゃない、それはその盤面は甘いではさすがに、さすがに。あ強すぎワロタ、強すぎワロタ。戦士が落ちてるってことは獣医生物を墓地に送ればいいので、ゴブリンドバーグから行く必要性もねえな。ゴブリンドバーグから行く必要あねえだろこれ。待ってくれ落ち着け。ルミナス召喚、ルミナスから外伝してでいいだろ。ルミナス召喚、ルミナス効果呪印捨ててアサシン、はいからのアサシン効果、はいでこれ除去したいのでミカエル、はいはいで、はいでミカエルで、あなたこれ知らないでしょと思ってるんでしょ、あなたこれ知らないでしょと思ってるんでしょこれ。あなた実はバカじゃないの。あなたこれね、マジカルフュージョンって私ね最強カード引いてるんでね、あなたワンキルよこんなの。なんで俺オカマなってるんですか私は。あなたこんなのワンキルよ。はいキャバリーこれ高校ワンキルもできるの強すぎんだよこのデッキ。はいはい大佐でした。いやもうさすがにね1枚召喚してターンエンドとかね、そんなので耐えれるほどねデュエルエクス甘くないから。さあ相手の方しゃ行くぜカイバーで光の援軍の効果を発動しゃっ強い、はい強い、めちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強いじゃん。ルミナス雷電これであと融合獣因生物系のなんか落ちてくんないからみたいなと。強すぎるエヴァキャバだ、エヴァキャバだきた。これ最強なんですよ。これが先行最強盤面。エヴァリーからのブラックキャラリーってもうほとんどラバゴラって入ってませんからね今ね、このご時世。はいスイで対象に取る効果無効にしながら相手選んで除外するとかいうマジやべえ。しかも3100、まあ、おそらくブルーアイゼッキなので対象に取る効果しかないと思う多分。エバリーじゃないキャバルリーの効果めっちゃ強いとは思うおそらく。さあどうする、さあどうする困るんですよこれ。この盤面つけると大体相手後攻で少し固まるっていうね。これ面白いです結構。このデッキ使ってると割と先行でこの盤面結構できるんですけど、この盤面作ると大体相手がちょっと固まるっていうね。ヤクザだもんねこれね、ヤクザでしかないよこんなの先行立てられて。さあどうする太鼓の白石 OK。 あー剣士かな、あーなるほど剣士効果、それ止めちゃっていいんじゃない、か。聖眼出てきてもまあそんなに困ることはないんだけど、まあ、スルーしてもいいけど一応止めちゃうかも。これちょっと止めちゃったら意外とあれですか、私やってますよこれもう1枚剣士とかあるやつ。これ止めなくてもよかったな別に。セットはバトル、なるほど。出していいの、そんなことしていいんですか。あなた除外しますけどエンドフェーズじゃないスタンバイフェーズにいいんですか。そのステッカーとか2枚あるんだったらまた別ですけど。はい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 。で、フレンドリーファイヤー、オッケー？フレンドリーファイヤー？そう、向こうよ。そう、向こうよ、そんなの。そう、こうよ。まあ、こうよ。飛んでくわけよ、ブルーアイズは。飛んでいきましょう。はい、さよなら。このデッキ、ちょっと待って、このデッキ強すぎませんかね。さあ、お相手の方、闇遊戯 VS 闇遊戯の対決、よろしくお願いします。デュエル3倍。光の援軍の効果を発動。ああ、いいね。ルミナス。ルミナスでいいですね。そして、ライトロード、サムナールミナスを召喚。さあ、おなじみムーブ。20枚ですからね、結構これ決まりますよね。パラサイトフュージョンでいいか。で、ライトロードアサシンライデンを特殊召喚。ライトロードアサシンライデンの効果を発動。デッキから2枚墓地の振り。さらに、俺はレベル3のライトロードサムナールミナスに、レベル4、ライトロードアサシンライデンをチューニング。妖艶なる覇者の光がどうのこうの。フォーチューナディエバリーをシンクロ召喚。これを、突破されてワンキルされることが結構あります。これを突破されてワンキルされるっていうパターンがセットは大丈夫。オッケードロー。強すぎ強すぎ、分からせてしまいそう、分からせてしまいそうだ。さあ、ゴブリンドバーグを召喚し、ゴブリンドバーグの効果を発動。融合順位生物闇を特殊召喚。融合順位生物闇の効果を発動。自身と戦意即モンスターを墓地に送ることによって闇属性の融合モンスター一体を特殊召喚。さあ、こいつも攻撃表示だ。こいつは貫通効果を持っている。くたばれ。あ、なんかあるな、なんかあるな、なかなかやるな。何カイトロイド、なかなかやるな。フォーチュナディエワリでダイレクトアタック。何貴様、どんだけ防御で入ってんだよ。めんどくせえな、クソめんどくせえな。これディスティニードロー入るか。ディスティニードロー入る。やばい、何が起きる。でも対象に取る効果は使えない。実質エバリーは墓地を食っても戻ってくるぞ。さあ、どうする。いや、言うて結構この場面勝てんだ。あー、やめろ。あー、どーうっそ、しっかりと分からされていく。